御前崎港に初めて寄港したのは、全長285メートル、乗客定員1964人で、オランダ船籍のウェステルダムです。和太鼓の音が響く中、地元の人やマスコットキャラクターが出迎えました。乗客の多くはアメリカやカナダ、オーストラリアからの旅行客で、夕方まで県内の観光地を回ります。Oh, Japan's amazing! It's so beautiful! And people are so friendly and lovely. I'm very happy to be here. すごいなと思うね。なかなか見れないね、こういう船は。私も今度ママたちと一緒に乗ってみたいなと思いました。この後は神戸に向かい、15日間のツアーでは北海道や韓国も訪れる予定です。